浪川さんへのメールもたくさんいただいたんですよ。あ、本当ですか。はい、で、はい、まあ、そのお決まり事的には、はい、まあ、メールの始めはいつもほっこりエピソードを、ね、あーいいですね。お話しするんですよ。うん、その中に、宮野的ほっこりエピソードがあったんですよ。うん、ちょっとこれ、ほっこりとして僕読みたいな。あ、お願いします。モカさんからいただきました。うん、マムちゃん、ゲストの浪川さん、マモ版は。マモ版は。以前、浪川さんが福岡にいらっしゃった時、はいはい、アマ王の話になり、うん、浪川さん一人だけ知らず、うん、アマ王って何って話から、うん、アマ王のイメージを求められ、うん、丸くて、白くて、あんこの入ってる、と戸惑いながら話してた浪川さんに、会場にいた誰もがそれ、大福だろって思ってた時に、鈴村さんが、それ大福やろと突っ込まれていたのが、的確で面白すぎて、私的にツボでした。浪川さん、アマをちゃんと覚えられましたかっていうほっこりエピソード。ちょっとね、ほっこり？いや。俺、このメール見た時ほっこりした。あ、浪川さんはどこにいても浪川さんだな。いや、これさ、嬉しい。消え物なわけじゃない。イベントだから。うん、別になんか映像に残るとかさ。うん、何掘り返してんだよ。いや、おかしいだろ、ここで掘り返したら。イベントでの失敗談？失敗談じゃないよ、これ。ほっこりエピソードだろ。どっちやねん、お前。ほっこりだよ。ほっこりじゃないよ。なんだよ、パニックだよ、これ。なんだよ、どっちだよ、これ。パニックになっちゃった。パニックになっちゃうよ。浪川さん、その、本当にアマオって知らなかったの？知らない、当時はね。あ、今はわかる。今はわかるよ。じゃあ、佐藤錦って知ってますか？佐藤錦は、どんなんすか佐藤錦。まず、なんなんすかまず、だから、力士だよね。で、前頭、8枚目ぐらいまで行ったけど、ちょっと伝説の怪我をした、ちょっと待って、伝説を残したんじゃなくて、伝説の怪我をした。怪我をした、何エピソードが、なんか伝説なの面白い怪我の仕方したねみたいなことなの伝説の怪我したよ。どんな怪我なの伝説の怪我したよ。なんだろうね、伝説の怪我、もう曲げで、スパーって切れたよね。曲げでスパーって切れた。あ、髪の毛がちょっと刺さっちゃう時あるもんね。刺さっちゃう、曲げ刺さった。曲げが刺さって、引退した。力士。佐藤錦。力士になってますね。俺、佐藤錦って言ってんのに、佐藤錦って言ってんのに。佐藤錦だよ。そう。それでですね、伝説の怪我をした力士でいいですね、うん、じゃあ。はい、ありがとうございました。いや、ほんとに、浪川さんとね、うん、僕のね、ラジオもね、うん、評判いいらしいんですよ。ほんとですか？たくさんのお客さんが、うん、聞いてくださっていて、うん、だからね、メールもいっぱい来て、うん、こんなメール読んでみようかな。あ、お願いします。懐かしい気分になるやつね。うん、いいよ。ラリンルレロンさんからいただきました。うん、ありがとうございます。宮野さん、何からさん、ごめん。ちょ、あのさ、ね、俺30年いんだからさ、覚えて。名前リスナーも。いや、君も、そこさ、俺はその文字読んでないんだから、マモはそこ分かるじゃん。気を使えよ。気を使って俺が直せばいいんだよ。直して何川って言えばいいんだよ。だってリスナーさんがそう書いてくれてるから。そうなの？何川さんゲスト回待ってました。ああ、そう。僕は、うん、バード5のラジオでの、はいはい、ジジジの話が一番好きです。セミね。セミナーの話。そこで、うん、今ね、梅雨でジメジメしてる気候を、うん、カラッと晴らすような、うん、くっそつまんない爆笑トーク、おなしゃす。もう、本当に、ここまで来て。おなしゃす。ちょっと、これだけはちょっとおなしゃす。超おなしゃす。話をおなしゃす。ちょっとやめなさい、ギリギリだよ。やめなさいよ。そうだね。最近雨多いじゃん。最近雨多いね。そう、それでさ、うん、まあ、なんだろうな。俺のワイルドだった話。俺のワイルド、うん、いいですね。話ですね。サブタイトル、俺のワイルド。自分はね、うん、結構物を持つときに、うん、結構物を持つ。長くね、持つタイプなの。うん、大切です。物持ちいいんだ。そうそう、物持ちがいいの。それが言いたかった。物持ちがいいの。長く持つじゃなくて物持ちがいいの。そうそう。で、7年ぐらい、うん、履いてるサンダルがあるわけ。おお、それは履き潰れちゃうじゃんね。いや、そうなんだよ。うん、それで裏も結構ツルツルしてんだけど、でもやっぱ物持ちがいいじゃない？うん。あ、だから覚えた言葉を使った。そう。覚えた言葉。で、解説しなくていい。喋ってる最中。ま、全然序盤。それで雨が降ってて。雨が降ってて。で、そのサンダルをね、うん、こう、履いていったの。雨の日に？雨の日に履いたの。うん。そしたら階段があって、うん。ステンって転んだわけ。あら、危ない。で、そしたら、左半身、ほとんど、うん、ほとんど、まあ、ポツポツとね。ポツポツと。と、あざを作り。どういうことですか？左半身、
ほとんどポツポツとって。いや、感じてねえ、わかんでしょこう、すごい無息ができないぐらい痛いけ。でも危ないと思って階段だったの、それが。うんうん、危ないと思って受け身を取ったの、右手で。うんうん、ね、うん、パンって。そしたら、右手が、ほら、すりむいて。本当だ。今、手首に、ね、まだ治んないよ。年取るとね、こう、黒ずむっていうの？ああ、なかなか治りづらい。傷跡残っちゃってる。そう。うん。それで、さすがの俺も、自分にイラッとしたんだろうね。うん。もう、許せなくなって。うん。もう、そのサンダル、捨ててやった。そんな7年愛用したサンダルを？あ、俺はね、捨てたよ。だから俺、もう、なんか、怖いやつなんだな、つうか。うん。結構やるときやるんだなっていう。うん。ところ。いや、今俺ワイルダのとこだから。ワイルダのとこだから。だから、すぐそういうぐらい俺、新しい自分が目覚めたっていう話。ニューオーダーですね。新しい新体制を。ニューオーダー、イエーイ。ニューオーダー。いや、ニューオーダー、僕のシングルをちゃんと聞いてくれてニューオーダー、このね、もうまるでスパイダー。あれ、まるでスパイダー。髪ピーになって。髪ピーになって、まるでスパイダー。右のね、右の方ピューってやって。右から左に負けて。いや見てるよ。よく見てくれてる。ライブ見に来てくれてる。見に来てね。DVD もね、メイキングの6時間全部見たから。ありがとうございます。そんなに見てくれてる。あれ面白いのよ。そう。今回も出るでしょ？そうですね。うん。そうですね。楽しんでいただけたらなと思ってます。前回はね、こういうストレッチマシン、筋トレマシン、腹筋のね。で、今回も筋トレやって、リハ中にずっと、号令すると。怖いぐらい俺の情報をさ、入手するんだよ。でも大丈夫。ファンと一緒だから。情報の深さが。いや、ありがとうございます、本当に。いつもお世話になっております。もうワイルドだったっていう話。ワイルドだった。それあれじゃないですか、左半身を強打したのに右手で受け身取ったからダメだったんじゃないですか。まあそうだろうね。もう絶対この話カットしないでよ。そうそう、ほとんど喋ってない。なんで左がもうついてんのに右手でバーンってやったら右がずっと。階段だから。階段のこの、とんがってる部分にずっとなった。その傷が。それはだって、気がするでしょ。うん、もう倒れてんのに右手でバーンって。うん、終わった。ね、悔しいから。ダメだね。うん、そう、気をつけてください。いや、面白かった。